平坦化する調整ではなくてボコボコ入れ替える調整ですね。63、巻き上げ。いやこれファンネルいっぱい打てないのマジで弱いな。そんな大人修正してやる。デッカ3年やみき上級で見習ってファンネルキャップしても通称使えるようにしてくれたのね。あれから兄貴火力だったわら第2兄貴マジで同時に力を出てたんですけど。はいはい、さあ私と来てくれればよかったものを。いたジェリードがよ、ジュド強い子に会えてよかった。なんでファネルを使ったんだ。強い子に会えてよかった。シャア継続をしろ。シャア今キベレイはこのスラスター使ってる姿もかっこいいから、キベレイは手先にもこだわって作成しましたってなんかトクヤンが言ってた気がしますよ。ゲルビー打ってる。いやファンネルが弱い。じゃあ旋回を防ぎたいと。ナイスカットです。あっ長すぎんだろ。俺よりも支援機の方が強気に出てるっていう情けなくなるよ汎用機として。今俺 B レイとサーベルしか使う。やばいやばいやばい、引っかかった引っかかった。いやピキンしたらさ大体死ぬから正直あんまりこのスキル意味ないんだよな。あこの鉄塔が回避3にしてくれ。何も止まらん。危ない危ない。いやーしぶち。100個のマニューバーアーマーを剥げないんだよ。
貫通はいい味出してます。ワッチャン、沖縄兄貴、ハマーンの断末魔、リルフ兄貴、こいつなんでサイコフィールド持ってないの。いや、これ抜きてうん、意外と出てそうな気もす出てるってかな、普通ぐらいには行ってそうな気もしなくもないような、正直。でかい背負い物あるやつはマニューバーも剥げるな。凌介兄貴、さっきもアレス食べてましたね。いや、肩がでかすぎんだろ。みんな、紫豚兄貴、迅速したカツカツ。これ拠点壊されたくない。危ない危ない。どこ行ってもしんどい。ジャミングされとる。やばい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 、助けて助けて助けて。ありです。イクセスに助けを請わないといけないという。あ、もう全然取れないですけど、バグ。一応体力 30% 未満を意識してますから、これ。ほい、受動パネルいっぱい当てたる。やばいやばいやばい、支援機に焼かれる。やばい、あぶね。もうリベルデブにも負けますよね。うん、全然全然あれでも、いや、意外と強かったかもしれない。火力はまあちょっと負けたんですけど、ちょっと意外と強かったかもしれない。はい。